ブン、ハロー YouTube、 どうも、デカゲンです。ということで今日はですね、馬太郎さんに来ています。今回はこの馬焼肉食べ放題の方をやりたいと思います。これダイエットしないんですね。野口さん何も分かってないでしょ。馬肉っていうのは圧倒的なダイエットパワーがあるんですよ。高タンパク低カロリー、もちろん食べ過ぎたら太りますよ。まあそっか、食べ放題だもん。早速食べたいと思います。そしてなんとそれが到着しました。ロース、バラ、でハツですね。でこれがハンバーグらしい。焼きながら潰していくんだって。なんか肉団子みたいですよね、はい、であと刺身も来てて、赤身、炙りハツ。よし、うわー、いい音。すごいいい音ですね。ね、めっちゃいい音。いい音。いやー、うまそう。うわー、すごい。これはうまそう。いや、めっちゃうまそう。匂いもすごいいいです。匂いめっちゃいい。いただきます。おお。この馬肉の感触が普通の焼肉のロースとタンを混ぜたような感触なの。風味もタンっぽい。馬肉のロースがなんか焼肉のタンに感じる。と、ハツ。色合いがね、また違う。これがバラ。いただきます。お、カルビとタンを混ぜた感じ。全部にタン要素がある。これはハツですね。はい、いただきます。優しい砂肝。あ、女性が好きそう。当たりましょう。ジンギスカン思い出すんですよね、この鉄板だと。はいはい。あと僕今普通に鉄板に指当てちゃって上だけど。豚肉がね。豚肉がじゃないよ、お前。目の前豚いじる、お前。赤身と炙りハツを食べてみたいと思います、はい、さあ赤身からいきますよ。いただきます。間違いない。ここは新鮮すぎて噛んだ瞬間に後ろ切りされます。すごい反発力がすごいから、はい、もう歯茎に今切り今切り。で炙りハツ炙ってるから外側と中の感触が全然違う。ということで馬肉寿司が到着しました。柚子胡椒を入れることによって、はい、中身が全然変わってくる。なんか神秘的な世界だみたい。神秘の後ろ蹴り。後ろ蹴りこだわります。後ろ蹴りやつ。じゃあハンバーグいきましょう。めっちゃ柔らかいよこれ。ほらめっちゃ柔らかい。あ、柔らかい。うわ、うまそう。綺麗。サイズの馬。サイズの馬。どこ噛んでも馬肉の美味しさがあるっていう。はいはいはい。あのサイズの馬です。ということで追加頼みました。上赤身刺し、馬肉寿司、ロースとバラ頼みました、はい。これめっちゃ美味しかったんで。ということで、はい、なんとこちら馬筋カレー。ほら、これが馬筋です。いただきます。牛筋よりも歯ごたえがありますね。うまい。うん。ごちそうさまでした。これも全部食べましょう今から。はい。すごい。たくさん食べましたね。はい、もう大満足ですよ、本当に。馬琴さんって馬に乗ったことあるんですか？130キロあるんで、馬90キロぐらいまでしか乗れないんで。馬乗れないんですよ。であと僕、自転車も乗れないですし、車とかも僕が乗ってる場所だけパンクしたことあるんで何も乗れないですね、僕は。そんなデカ琴さんでも乗れる乗り物があるんですよ。ということで、ダークアベンジャークロスをやっていきたいと思います。僕でも乗れる乗り物って何なんですか？はい、モンスターに乗って戦場を制圧することができます。モンスター？モンスターしかも乗れないんですね。いや、めちゃめちゃ怖いじゃんそんなの。乗ってみるとすごい面白いんで、ぜひやってみてください。このゲームはどんなゲームなんですか？ダークアベンジャークロスは復讐をテーマにしたダークな世界観で織りなされる重厚なストーリーが特徴のフリースタイルアクションゲームです、うん、プレイヤーは異なる役職のキャラクターを操り、
それぞれの復讐を成し遂げるための戦いを繰り広げます。自分好みに作り上げたキャラクターで、自由度の高いアクションと多彩なバトルコンテンツ、独特の世界観をお楽しみいただけます。早速やってみたいと思います、はい、うわー襲ってくる。これ左でこれ移動すればいいんですよね。はい。そして攻撃、あーなんか敵味方がめっちゃ攻撃してくれてるけど、ほら操作方法が自分がやってるかのような感じしません？なんか、はい、バックビュー視点を採用してまして、基本的にキャラクター後方からの視点を採用し、うん、突き進んでるスピード感を体感できます。まさに自分がやってる感覚だな。しかもこれ結構操作が簡単ですよね。シンプルな操作でスピーディー&爽快なアクションを決めることができます。なんすか、武器強奪って出てましたけど、武器強奪、武器強奪って言いまして、モンスターの所有武器を一時的に強奪して使用できます。そんなことできるんですか？じゃあ押しますよ。はい、ほらやば、奪い取った武器で槍投げになるんだ。はい、いやめっちゃ面白い。これ槍投げの名手になったような感覚ですね。これなんすか？ドクルマーク押してみて。ドクルマークね。はい、はい、フィニッシュアクションと言いまして、はい、条件を満たすと敵を一撃で倒せるアクションができます。めっちゃ強かったっす今。うわすごい、えドラゴンじゃん、ワイバーン。でかいですねこのドラゴン。でっか、やば、斧の重みに、斧の重みを思い知りな。全然当たってないです俺の斧の重みに気をつけな。こらドラゴン狩りじゃ。完全に、はい、倒しました。ソウルリンクってなんすか？これがライドアクションです。倒した後にモンスターにライドすることができます。モンスターを操作して戦うことができます。ワイバーンに、はい、乗れます。じゃあ乗りますよ。デカキンさんでも乗れるのはこれです。俺の乗れるものこれだったんだ。いやもう俺天下取れるわこんなん乗れてたらえ、なにこれ。そのモンスターの攻撃ができるので、ダイバーの特徴のマジ。じゃあ火吹きますよ。はい、うわー、やば、僕の歯磨きに付き合ってよ。ほらやめたほうがいい。最高でしたね。めっちゃ良かった。デカキンさん、はい、対戦してみませんか？いや、おいおい、急に調子に乗ったな、おい。絶対勝てると思います、どっちがタレントかを決めてやるよ。じゃあ行きましょう、戦闘開始。舐めてんだよ。普通に目の前から行くと思ってんだら、こっちはいろいろかわすんだよ。ほら、俺の恨み。いやいや、違う。攻めないと、人生は切り開けないんだよ。よし、行けた。やれちょろいっすねじゃねえだろお前。連続攻撃終わった後を狙ってたんですか？そうです。ああ、もう完全にそれ好き疲れたわ。悔しいけどこれ乾杯ですね。はい、実は今ですねキャンペーンをやっておりまして、事前登録者開始に伴いまして、合計登録者数に応じて武器と防具を入手できる武器防具ガチャチケットが特典としてプレイヤー全員にプレゼントするキャンペーンを開催しています。で他にもですね、なんとフォロー&リツイートするだけで簡単に応募ができる。公式ツイッターをはいリツイートとフォローするだけで簡単に応募、はい、できます。で応募者から100名様に Amazon ギフト券1万円分すげえ。詳しくはですね下の概要欄や公式ツイッターを見て、ぜひぜひ皆さん応募してみてください。